ガリア戦争、ガリア戦争、ガリア戦争、ラテン語、ベラムギャリカム、ベルムガリクム、ベルルムガルリクムは、紀元前58年から紀元前51年にかけて、共和制ローマのガリア地区総督、ガイウスユリウスカイサルが、ガリア、ン、フランス、ベルギー、スイス東欧に遠征してその全域を征服し、共和制ローマの属州とした一連の戦争を指す。 当時のガリアは、スエビ族出身のゲルマニア人アリオーイストスが、紀元前63年頃で、ガリア人を破り、レヌス川、現、ライン川に近いガリア一帯に、勢力圏を形成し、さらに、ガリア人を追いやって、その支配領域を広げつつあった。紀元前60年に、グナエウス・ポンペイウス、マルクス・リキニウス・クラッシスと、第一回三島政治を結成。 紀元前59年に、失政官コンスルの任期を終えたカエサルは、翌紀元前58年から、プロコンスル、全失政官として、イリュリア、ガリア・キサルピナ、アルプス遺南のガリア、ガリア・トランサルピナ、アルプス遺北のガリアの俗州総督となった。ガリア・キサルピナは、すでに俗州ガリアとして、ローマ支配下にあったが、ガリア・トランサルピナは未だ、ローマの勢力が及んでおらず、 カエサルは5年間のインペリウム、軍事指揮権を元老院によ委ねられた。ガリア・キサルピナとガリア・トランサルピナ、イリュリアの各族州の総督であったカエサルは、ゲルマニア人に圧迫される形で西方へ移住を始めた、現在のスイスの山岳地帯にいた、ガリア人系ヘルエティ族へ戦争を仕掛けて、デコレを破り、元の居住地に押し戻した。 ケルウエティ族を討伐した後に、カイサルは、ハエドゥイ族らガリア人の要請により、ローマのガリア制覇への大きな障害となりつつあった、アリオイストゥス率いる、ゲルマニア人と戦い、プブリウスリキニウスクラッスス、クラッススの息子の活躍もあって、ボセグスの戦いで勝利を収め、ゲルマニア人をレヌス側の向こうへと追いやった。アリオイストゥスをゲルマニアへ追いやったローマに対して、 スエッシオネス族の族長ガルバを中心として、ネルウィ族、アトレバテス族、モリニ族らのベルガエ人が一斉に反乱を起こし、ベルガエ人はレミ族の町であるビブラクスを攻撃していた。カエサルがレミ族支援のためにビブラクテ方面へ進軍すると、ベルガエ人はこれを迎え撃ったが、アクソナ側の戦いで敗北し、ガルバは人質をカエサルに出して降伏した。 なおもボドゥオグナトゥス、ボドゥグネタスをリーダーとする、ネルウィ族やウィルマンティー族らは、ローマへの抵抗を受けたが、激戦のスエサビス側の戦いで敗北して、ローマ軍に降伏した。また、プブリウスクラススによって、ベネティ族ら大西洋沿岸部族がローマに基準した。前年に、ローマに一度は基準した部族で、大西洋岸に勢力を持ち海軍力のあった、 ヴェネティ族が同地区に駐屯していたローマ軍に対して反乱を起こした。カエサルはティトゥス・ラビエヌスをベルガエ人ア・ゲルマニア人エ・プブリウス・クラススをアクイタニア人への抑えに回し、自身はヴェネティ族の討伐に向かい、モルビアンへ到着した。海戦の経験に乏しいカエサル軍であったが、デキムス・ユニウス・ブルトゥスが率いるローマ艦隊がヴェネティ族らの艦隊を モルビアン湾の海戦で撃破し、反乱を打ちがした。また、同時期に反乱を起こしたウィリドウィクスが率いるウネディ、族やアウレル貴族、エブロイケス族らには、クイントスティトリウス・サビヌスが当たり、プブリウス・クラッススが赴いた、アックイタニア人の居住地区でも、ソテアヌス族等からローマに対する攻撃が生じたが、いずれの騒乱も平定した。この年、 カエサル・ポンペイウス・クラッススの三者が、ルッカで会談して、紀元前55年にポンペイウス及びクラッススが、失政官へ立候補すること及び、カエサルのガリア総督の任期を5年に延長する子が、内訳された。ゲルマン系の中でも弱小であった、ウシペケス族とテンクテリ族が、スエビ族に圧迫される形でレヌス川を越えて、ガリアへ侵入したため、 カイサルは、レヌス川の向こうへ戻るように警告した。交渉のために双方が一時停戦する約束であったが、ゲルマニア人はこれを保護にして、ローマ騎兵へ攻撃を仕掛けたことから、ローマ軍は、ゲルマニア人を襲撃して、多くを殺戮、捕虜とした。その後、カイサルはこれに関わったゲルマニアへの牽制として、レヌス川に橋をかけて、ゲルマニアへ渡り、 ウシペケス族とテンクテリ族の残党をかくまったスガンブリ族の集落を焼き討ちにしたものの森の奥深くへ陣を構えたスエビ族らとの戦いには望まずにガリア側へ引き上げたベネティ族の放棄の際にブリタニア人がこれに加担していたことからこれを牽制するためガリアの守りをラビエヌスに任せカイサルはブリタニアへ渡った海が荒れたことにより 軍船の一部が破損してしまったことや、兵艦の乏しさ、ブリタニア人の騎兵と戦車による攻撃で苦戦を強いられたものの、兵の強さで勝るローマ軍は、ブリタニア人を退破し、ローマ軍船の修理が済むとともに、ガリアへ戻った、ブリタニア遠征。なお、前年のルッカ海岸での密約通りにポンペウスとクラッススは、失政官に当選し、 カエサルのガリア総督としての任期も5年に延長された。また、紀元前54年よりポンペイウスはヒスパニア、クラッススはシリアの属州総督に就くことが決まった。ピルスタエ族の暴動を調停した後、カエサルはもともと遺根のあったハエドゥイ族のドゥムノリクスを中殺した上で、再び戦隊を率いてブリタニアへ遠征した。前年同様に嵐によって、 船舶の一部に損害が生じたこともあって、ブリタンニア人はカッシュエラウヌスをリーダーにローマに対して放棄したが、ローマ軍は多くのブリタンニア人を戦いで殺戮し、ブリタンニア人を降伏させた。ガリアへ戻ったカエサルは、ガリア人監視の意味もあって、レガトゥス総督副官を各地に東映のために派遣した。エブロネス族の知恵は、 クイントゥス・サビヌストルキウス・アウルンクレーウスったが、派遣されたが、エブロネス族の族長をアンビオリクスの計略にかかって、サビヌスらが率いたローマ軍は指揮官ともども壊滅した、アドゥアトカの戦い。アンビオリクスは、他のローマ軍を攻撃するように立きつけて、ネルウィ族は、クイントゥス・トリウス・キケロが投影する駐屯地を攻撃したが、キケロは持ちこたえ、駆けつけたカエサル軍によって、 ネルウィ族は敗退した。トレウェリ族のインュティオマルス、インデュショマースが、ゲルマニア人も呼び込んでの放棄を企てたが、不守備に終わったために単独で放棄したが、ラビエヌス率いるローマ軍に敗北し、インュティオマルスは戦死した。インュティオマルス戦死後もトレウェリ族は、セノネス族やカルヌテス族らと共に抵抗し、アッコ、アッコを首謀者として放棄したが、 カイサルは、チノネス族やカルヌテス族を降伏させた。さらに、カイサルは、アンビオリクスをかくまう姿勢を見せた、メナピー族へ攻め込んで降伏させた。トレウェリ族へは、ラビエヌスを派遣し、スエビ族がレヌス側を越えて、トレウェリ族へ援軍を送ったものの、ローマ軍はこれを撃破した。トレウェリ族を指導していたインディティオマルスの親族は、ゲルマニアへと逃れ、新たに、 キンゲトリスク、シントリックスがトレウェリ族の指導者となった。カエサルは再びゲルマニア遠征を行ったが、主な討伐対象であったスエビ族は森の奥深くへと知り添えてローマ軍を迎え撃つ姿勢を示したことからカエサルも深追いせずに撤退した。カエサルはアンビオリクスの追悼戦をはじめエブロネス族のもう一人の族長であったカタウルクスは自殺したものの、 アンビオリクスは、アルデンナの森、アージューナ、現在のアルデンヌ地方及びサンブル側からライン側に、至る地域へと逃れた。カエサルは、市長をアドゥアトゥカへ置いた上で、クイントゥスキケロに守らせ、海岸地方へは、ラビエヌス、アトゥアトゥ貴族への抑えに、ガイウス・トレボニウスを派遣した。カエサルは、他のガリア人やゲルマニア人が、エブロネス族を攻撃するように仕向けたが、 逆にゲルマンケースカンブリ族にアドアトカのローマ軍首長部隊が襲撃されるなどし、大きな成果は得られなかった。カエサルは、セノネス族らが反乱を起こした件で悪行を処刑した。なお、この年に、第一回三島政治の一角であるクラッススと、息子のプブリウスがパルティアとの戦いで戦死、カルラへの戦い、前年には、ポンペイウスの妻でありカエサルの娘であったユリアも、死しており、 マルクス・ポルキウスカと、昇カトラ・ゲン・ローインの反イサル派の暗躍もあって、両者の間に隙間風が徐々に差し込みつつあった。アッコの処刑によって、大いに自尊心を傷つけられたカルヌテス族は、ゼンガリア部族が一丸となって反ローマに立ち上がるよう密談を重ね、その密談が進むまも、コトゥアトゥスやコンコンネトゥゥスらは、ケナブム、ゲン、オルレアンを攻撃して、 多数のローマ人を殺害した。また、セノネス、パリシー、ピクトネス、カドゥルキ、アウレルキトーガリア各族は、アルウェルニ族のウェルキンゲトリックスに、ガリア軍の最高指揮権を委ねることで合意した。早速、ウェルキンゲトリックスは、ビドゥリゲス族やルテニ族、ニティオブロゲス族らを、ガリア連合軍に引き入れるのに成功した。さらに、かつて、 カイサルのブリタニア遠征に参加していたアトレーバテスの族長、コンミウスも反乱に加わった。以上はカイサルがローマ滞在中の出来事であり、カイサルはクラススフ氏の戦士役ブリウス・クロディウス・プルケルの暗殺等による事後対応でローマ本国内での清掃に足を取られていたことら、これらガリア人の動きに対して後手に回ることとなった。 カエサルはガリア到着次第、軍を率いてビドリゲス族の主優、ゴルゴビナへ進軍した。その道中で、セノネス族のウェッラウノデヌム、ベラウノデューナム、ゲン、ビヨン、カルヌテス族のケナブム、ビドリゲス族のノイオデヌム、ゲン、ヌベール等を攻略した。ウェルキンゲトリクスはここで、衝動作戦を考案して、ローマ軍の兵団の寸断を図るべく多くの上司を、 焼け払うが、アウアリクム、ゲン、ブールジは、住民の弾丸もあって、焦土作戦からはされた。カエサル軍はこのアウアリクムを攻略したが、この時脱出できたのは、全市民四万人のうち千名弱のみで、残りは殺戮されたアウアリクム包囲戦。カエサルは六軍団をもって、アルウェルニ族の主優、ゲルゴーや攻略に乗り出した。しかし、 これまで、親ローマで兵坦を担っていたハエド遺族が、ウェルキンゲトリクス側へ軸足を移しつつあり、ゲルゴーヤ攻略も長期化の様相を呈したことから、ローマ軍は、ゲルゴーヤ攻略を断念した、ゲルゴーヤの戦い。山岳地とアルウェルに属支配地域を迂回するため、ローマ軍は一度北上してから東方へ転じた。ウェルキンゲトリクスは、ローマ軍を追尾して攻撃を仕掛けた。しかし、 ゲルマン騎兵とローマ重装不評の共同行動によって、ガリア軍は敗退した。ガリア軍は逆に追われる立場となり、マンドゥビー族の都市、アレシアへ逃げ込んだ。一方で、アウレル貴族やセノネス族らを抑えるべく、カエサルとは別に4軍団を率いていたラビエヌスは、アウレル貴族のカムロゲヌス・ラトルテティア、ゲン、パリで衝突して、これに勝利を収めてカムロゲヌスを打ち取った。 なお、これに先立って、親ローマのレミ族及び、リンゴネス族、ゲルマニア人の攻撃により、身動きの取れない、トレウェリ族以外のガリア部族の代表が集結し、全会一致で、ウェルキンゲトリクスを最高司令官にすることを決議した。カエサルは、ウェルキンゲトリクスらガリア軍が立てこもるアレシアを包囲。激戦の末、アレシアを陥落させて、ガリア軍を破った。 詳細な経過は、アレシアの戦いを参照。アレシアでの戦い以降も抵抗を続けていた部族の、うち、ベッロア貴族やアトレバテス族、アウレル貴族、カレテス族らが反乱を起こしたものの、ローマ軍はこれを鎮圧した。セノネス族やカドゥル貴族らは、ウクセロデュヌム、ゲン、ケルシ、クイルシに牢上したものの兵論攻めによりこれを下した。 カエサルはアクイタニア人の領域へ進軍したが、全アクイタニア人がローマに従うと表明。ゲルマニア人と結んでこうしていたトレウェリ族もローマに降伏して、ガリア全土のローマ属州化がなった。一連のガリア戦争によって、カエサルはガリア全域をローマの支配権に組み入れた。この戦争により、カエサル自身も将軍としての実績を積んで権威を高め、 ガリアからの莫大な戦利品により財産を蓄えた。また、長年の苦楽を共にした将兵たちは、共和制ローマにではなく、カエサル個人に忠誠を誓うようになり、盛教な紙幣軍団を形成した。名声高まるカエサルの勢力を恐れた元老院派は、ポンペウスと結んでカエサルと対抗する姿勢を強め、紀元前49年1月10日のカエサルを呼び、 海下のローマ軍団によるルビコン側とかから始まる、ポンペウス及び、元老インパトの内戦へ突入することとなった。ガリア戦争の資料としては、カエサル自身の著書、ガリア戦記が第一級資料となり、グルタルコス、大比列デニアスエトニウス等の該当箇所がそれに続く形となる。なお、カエサル自身が、一方の当事者、総司令官であったので、ガリア戦記は多分に、 プロパガンダの要素が混在していると考えられる。ただし、事実関係に関しては、カエサルと敵対関係にあった昇カトラ、元老院議員による批判はない。上記の本文等を参照。ガリアの部族一覧を参照。エトセトラ、エトセトラ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。